What's up, everybody? AJ here back with another video. So I'll be checking out Xenless Zone Zero Street Fighter 6 Creators Roundtable. So before I jump into it, I just want to let you guys know, if you guys want to check out Xenless Zone Zero, the link will be at the description down below. Or you can head over to the HoYoPlay application where you downloaded or played other HoYoverse games such as the likes of Genshin Impact, Honkai Star Rail, and Honkai Impact 3rd. You can head over there. There is a Xenless Zone Zero section right over there. You can head over there to check out the details. And also you can head over there to pre-register the game as well. With that being said, let's not waste any time and check out this creators roundtable, because I'm genuinely curious what conversation are they have. So without further ado, let's jump right into the video. Wonder where does this takes place in? Is it in? Oh, I think this takes place in China. Yeah, the text is in Chinese, so it must take place somewhere in China. They were okay. That means they're playing on PC. They were playing Street Fighter 6 and Xenless Zone Zero on PC. さっきあの念願のサヤスと直接そのストリートファイターで対戦してみて実際どうでしたか？很紧张，又很兴奋，但是呢也有很高兴啊。应该说紧张、兴奋、高兴，很多感情加在着我这心情里面。对，嗯。逆に松本さんがどうでした？嬉しかったですね。なかなかこうやって対戦することないんです、会社以外で。しかもその昔から遊んでもらってた人で、かつ同じゲームクリエイターってところで。遊べたのすごく嬉しかったし、楽しかったですね、単純に。それがすごく良かったし、またやりたいなって思わせてもらいました。我们以后还可以继续一起玩，我们会去加个好友，能加到你的好友一起玩就好了。そうそうそう。いやマジで。日本時間ね18時半以降にしてください。だから彼仕事してるんで。業務時間のね。中山さんはあのゼンゼロを実際遊ばれてみてどうでした？あ、すごいなんか触り心地良かったし、まあアニメーションもすごいね、いろんなバリエーションというかモーション作られてるし、まあエフェクトも。ね、かっこいいし、なんかちょっと自分が初プレイだったんで、あんまりかっこよくできなかったんですけど、多分慣れたらすごい。結構上手でしたけどね、見てて。あ、そうなんですか。いや、僕は見ててよかったです。あ、本当に？あ、じゃあ俺うまいです。絶対そんなことないと思うんだけど、もう一回やりたいです。多分回避がもうちょっと上手くなったら、多分ね、もうちょっと上手くなる。Man, it's really awesome seeing other developers from other companies having fun with us.更多的我感觉还是一些设计理念的一些碰撞吧。刚才其实我在跟两位闲聊的时候，我们也聊到了一些，就是说像我们动作游戏和格斗游戏，虽然它是完全不同的两种类型的游戏，它里面其实我自己是能从中找到一些我们共同设计上面的一些理念是可以被契合上的。我不知道两位是不是也感觉有这样的感受。うん、なんかそれはあると思ってて、多分対戦格闘ゲームも、言ってしまうとアクションゲームのカテゴリーの多分一個だと思うんですよね。アクションゲームの原理って原点ってボタンを押したらリアクションが起きて、それがゲームの画面の中で反映されてアクションが起きていろんなものをこう解決して対峙してたりするんですけど、それがこう1対1、These guys can have a conversation with each other without having a translation, even though they're speaking in different language. そこの面白さの根底というのは一緒だと思うんですよね。But then again, I know this during this year, 确实也是说，我只是想带给玩家一个很爽的体验。以往我们玩街霸以前，不管说3.3，还是说4.5，其实都很少有这种就一个键就能让玩家有一个很强的反馈的一些设计。等到他想玩懂力回这个设计的时候，可能是非常靠后的。玩家可能还没有感知到这些设计的时候，他们就离我们这种比较硬核的游戏而去了。那《翻了绝区零》里面，其实我也是同样的一个思考。前面我也说到一个点，其实就是它本身是一个，如果只玩闪避和反应、怪物的攻击、怪物的进攻和我们角色的一个防守和进攻的一个思路的话，它就过于的干瘪了。
就是如果说我们能做一个很有意思的反馈，这个反馈的爽点又足够的刺激，给提给玩家，玩家又更容易可以触导到这样的一个操作，那其实玩家可以更快的感受到这样的一个体验，它的爽感在哪里。对标的话，我在想是不是我们的弹簧就可以对标我们的多区奔放。这个系统我大致算了一下，它大致对于人的反应大概是三十帧左右的一个时间吧。然后这个时间其实对于大部分人来说，它恰恰是一个高度专注的前提下都是能反应过来的一个时间。然后如果说他有别的行为分散了玩家的注意力，玩家可能会因为这时候没有办法去反应这个行为，就像你在玩我们游戏的时候，你没有办法再分出精力来再聊天或者干嘛一样。我感觉其实我们的游戏都会考验一些玩家的一些反应速度啊，或者说一些时间窗口上面的设计。然后我们游戏你刚刚也玩到了，它其实那个弹刀的这个系统，或者极限支援换人的这个系统，它其实那个黄光，其实我们的设计理念也是类似。いきなりすごい。ね、すごい。濃い話。濃い話。濃い話。いや、多分。So long story short, right? Yeah. Apparently, the Zelda Zone Zero, the pacing of the game. First of all, I have to apologize for pausing. So back to the conversation. Apparently, Zelda Zone Zero, the pacing of the game is ridiculously fast and probably way faster than Genshin Impact. It requires way more attention from you than any other Hoyoverse games that you have played so far, because of the pacing of the game, which is ridiculously fast. And as a matter of fact, there's parry system. Yeah, apparently you will be having there's no way you will not go 100% into this game. ドライブインパクトの発生のフレーム数のところがちょっと近いなと思ったと思うんですけど、あれ27フレームなんですよね。でそこって人間のこう反応できるところ、見てから反応できるところギリギリっていうのを結構開発チームで何回もこうテストして、ミスると上手い人でもやっぱ返せないとか、まあフレームはそこは狙ったっていうのはもちろんありますと、そこに対してパリーがあって強い行動なんだけど、それをこうなんとかかわすというか、いなすための手段でも複数やっぱ用意してるのでっていうところのこう多分駆け引きというか読み合いみたいなところが本当にフレーム単位でちょっとやってた部分はあるので、そのさっきのね黄色い光のところを確かに分かるもんね、うん、予兆があって、うん、あやばい来るぞっていうところから押すまでのこう、特にトリガーなんで押し込みのところもやっぱあるんで、あそこが遊びとして面白いなと思いましたね。I mean, to be really right, Zelda Zero has something like when the bosses or the enemy is about to attack, they will flash a different color of some kind. It kind of reminds me ofHi-Fi Rush, because Hi-Fi Rush also has that same feature where when they give you they will give you a warning where you either have to parry, or you're gonna have to dodge, or you're gonna have to block. So I would assume that Zelda Zone Zero would have that same feature as well. And I'm kind of looking forward to playing Zelda all the moreAnd I'm kind of looking forward to checking out Zelda Zone Zero more, because whether it has almost the similar feature as Hi-Fi Rush, because Hi-Fi Rush is basically where you have to time all of your attacks to unleash the maximum output of your damage. Even if you miss the time also, you will still deal damage, but you deal way less compared to the perfect timing of the attack that you have unleashed.So I'm kind of curious how Zelda Zone Zero utilizes the perfect parrying or the perfect joystick and whatnot. I'm kind of curious how that mechanism or that gameplay works in that particular game. Continuing.うちのストリートファイター、特に6のチームに関して言うと、バトル班っていうね、バトルを作るチームがあるんですけど、まあ、そこと、協議しながら作ってるっていうのがまあ一般的で、自分の方から
あのこの攻撃の発生これぐらいにしてとかっていうことはほとんどなくて、一番最初に、まあ、どういう、体験をお客さんにしてもらいたいか、うん、で、まあ、分かりやすいのがドライブインパクトとドライブパリーってものなんですけども、そもそもドライブインパクトって本当に対戦格闘ゲームを初めて触る方とかに対して押しとけばなんとかなる攻撃っていうのを一個作りたかったんですよ、うん、ドライブパリーは押しとけばなんとかなる防御っていうのを作りたくて、うん、最初に本当になんとかなる攻撃となんとかなる防御って言ってたぐらいのシステムだったんですね。でそれを積み上げていくうちに、まあ、その中で、まあ、攻撃防御投げの格闘ゲームの中である3すくみがあるじゃないですか、うん、そこをもう一枠広げて、選択肢をお客さんに、楽しんでもらえるものを作ろうっていうシステムに形づくっていくってところまでが実は自分の仕事、うん、でそこから細かい部分をバトル班と協議していきながら、こうってもっとこうした方がいいよね、まあ、した方がいいよねっていうのを、開発の初期の2年間ぐらいずっと検証して、うん、もちろんなくなったシステムもありますし、うん、変わってったシステムもあるんですけどっていうのをやって作っていくっていうのが、まあ、うちのストリートファイター6のスタイルですね、うんうん、If it took Capcom 2 years to test out the combat systemI'm genuinely curious how long it took them to develop Street Fighter 6 in general. The amount of development time it took for them, I'm genuinely curious. お作法とかルールが分かればすごく、mm-hmm. 入りやすいし、mm-hmm. あの入ったら、こう裾野がすごい広がる奥が深いゲーム性だと思ってるんですね。ただそれを、oh, 今までのストリートファイターシリーズっていうのは勝手に覚えてやってとか、友達見つけてあの自分たちで楽しんでってやり方だったと自分は思っちゃったんですね。っていうのを、よりどうやったら対戦格闘ゲームが、楽しみながら覚えられるかとか、あとはさっき言っていただいたドライブインパクトとかドライブパリーとかっていうのも、実はこれを覚えたら次を覚えてってい こう難易度曲線っていうのをシステムで自分たちで作って、ドライブラッシュっていうね部分はより上手い人の伸びしろの部分ですよ。入りたての人はドライブインパクトを打ってこう爽快に戦いますよっていうのを、ゲームモードとゲームシステムっていうのをセットでこう階段状に作ってたっていうところになるんですよ。っていうのを多分あのなんとなく体感していただいて、うん、なんかこうなんていうのかな、好きでいてもらって、うん、類似点をちょっといっぱいできたんじゃないかなともちょっと思ってたりはしますね、うん。我觉得很棒，我感觉刚才讲到了很多点，其实我们真的很接近。街霸系列这个游戏会让更多人来认可，让更多人来，了解街霸这个游戏的魅力，这格斗游戏的魅力。这一点其实你是在这上面付出了很多努力的，包括前面说到的那个游历系统，然后现代模式等等这些东西，我觉得它其实确实都是能为这个产品会让更多的用户。感觉到这个游戏其实是他们也能进来玩，愿意来玩，或者说觉得这个游戏有趣的一些点。准确来说，它其实是一个更下层的设计。然后以前在早期，我们这种偏硬核一点的游戏，不管说是动作游戏还是说格斗游戏，虽然有很多设计点它都是比较偏有趣的，都是很有趣的，但是最终做出来，很多用户他可能感知不到，他还没感知到我们游戏到底。哪里好玩的时候，他们就不想去碰了。这个东西其实我觉得是一个非常可惜的事情。然后，我自己对于做动作游戏怎么样才能让玩家从简单到难的这个过程，我会更想画的其实是三根线。这三根线更像其实是一个用户的一个学习过程。我们最有魅力最好玩的一个地方，它其实用户去接触到和理解它，它其实是需要一个循序渐进的一个过程。在它理解到我们最核心最好玩最有深度那部分趣味性的时候，它前置其实我们是需要去付出更多的努力去让他们有信心，或者提供给他们信心。刚说到的其实比如说我说最从最浅层，刚才街霸聊到了迸发，它其实就是一个键，它既是一个进攻的手段，同时它也是一个防守的手段，应该说是转守为攻的一个手段。那放在绝区零里面，其实它本身我们的弹刀其实也是一个转守为攻的一个体验。那
我们的前期的用户对于什么东西感兴趣呢？可能他会对于外面做了一个六分街，或者说我们做了一个别的主城，或者外面探索或者游玩，对我们的美术、对我们的音乐他感兴趣。但同时，他可能也会对我们的核心玩法的战斗的一个强反馈的表现。就例如说，街霸的可能是升龙拳，然后放到我们这边可能是他的一个触发一些连携技，比如说慢镜头下触发了一个很强的一个。攻击，然后这个攻击给玩家的一个反馈，觉得我做了一个很厉害的事情。这个其实是我们设计在最浅层的一个，让玩家觉得，哎，这个东西游戏我也原来能操作出来这么好看、这么华丽的技能，给玩家一种这样的感受。然后再往上抬的时候，那可能玩家慢慢就会理解到，啊，原来这个游戏的系统它是要玩这些的。我要对我自己的角色去这样去搭配、这样去组队，他才会觉得，哦，我们原来的。的战斗队伍之间的配合要这样去玩，他才觉得好玩呢。在往上抬的时候啊，可能我们会投入更难的关卡、更难的敌人，然后这些敌人他们什么时候投入给他，然后让他们去感觉到他的玩的过程的那个适应的时间，其实是有比较讲究的一些设计在这里面的。然后我们其实团队里也一直反反复复，经常在研究。为什么玩家玩到这个时候他们就觉得他们玩不下去了，为什么他玩到这个阶段的时候他就觉得，哎，可能他觉得玩不太会这个游戏。我们都会专项去对这些点去进行一些分析，然后我们从而去在思考一些设计，怎么样让这些设计在哪些点让他学会，哪些点让他投入一些更有刺激体验的东西给他们去玩。那以往其实我也看到很多玩家对于970的一些评价说，哎，好像有手就可以玩，很简单。那其实这个事情我自己感觉其实它其实就是一个过程。如果说我们前期如果一开始我就给了玩家一种感受，其实就是非常非常硬核的游戏，前面我们不顾及玩家们的一些基础体验，我们就给他直接上强度了，那么可能他们很快就觉得，哎，我不适合这个游戏，要不我还不玩了吧。那我觉得这真的是一种很可惜的事情。所以说我会很刻意的去把一些前期、中期、后期的体验把它给拆开来看，然后玩到后期，我们也肯定也是希望那些喜爱玩动作游戏的玩家对于我们的战斗，对于我们后面的一些 boss 战的体验，其实感知到，哎，我还是会紧张，我觉得这个游戏玩起来它还是有一定的挑战性和难度的，这才能构成我们的一个核心玩法的体验。但是每一个用户他的学习的时间还需要的时间长度它都是不一样的，所以说我们去设计这条曲线的时候它就尤为重要。对，但是我们一定会要想办法去让我们的新用户和老用户到最终都能体验到这个游戏的乐趣，这是我的想法。 So long story short, right? What he's trying to say that, okay, so he understands the fact that there are people out there who doesn't play action RPG games. So he has to think from a broader perspective where every player that starts playing Zelda Zone Zero have to go through three phases in order to fully enjoy Zelda Zone Zero. The very first step being,where you have to adapt yourself into the gameplay mechanics of the game. And then secondly, once you have fully adapted yourself into the gameplay mechanics, like the parrying, the combat system, the parrying mechanics and whatnot, then you try to get used to, okay, does this character suitable with this character A, character suitable with character B, or does character A and character B to be character Z? Next is the how well synergized the characters are.That's the second phase. Then comes to the third phase, where assuming that you have already gotten used to the combat mechanics, the parry mechanics, and you have gotten used to how well synergized each characters are, then we jump to the third phase where all of the stuff that you learn during the first phase and second phase will be fully utilized during the fourth fight, the boss fight.So I assume that's what he's trying to say over here. And to me, I kind of have to agree with what he's saying, because every game, because you can't expect every single place out there to play every genre. Like, you can't expect a person who plays a fighting game jump right into an action RPG game. You can't do that. You can't assume that way.
what I'm trying to say is that he's trying to make the game to have a broader audience and try to make them as accessible as possible so that regardless from which background of games that you play from, whether it is be fighting game or it could be shooting game or it could be visual novel or maybe a racing game, to adapt themselves into this action RPG game so that they can have the best moment and have, at least have fun playing Zenless Zone Zero. Alright. ストリートファイターって遊んだらめちゃめちゃ面白いゲームで、それはまあもうストリートファイター2の時に一回ドカンって流行って、もう本当にどこ見ても大人から子供まで遊んでて、 and it's just not only Zelda Zero, it's the same go could be said for Street Fighter 6 and other games as well, where they have to go where new players that are not really into fighting games, such as myself, because I am just a casual when it comes to fighting games, but if the games lets us go through the process of okay, here's how the gameplay mechanics works, and then here's how the, okay, and then you choose, you will adapt which character that suits your gameplay the most, and then from there on out, you, if you want to play casually or competitively, that'll be entirely up to you. すごく楽しいゲームだったっていうのはやっぱ変わらずずっと続いてきてるんですけど、その面白いって分かるところに行くのがやっぱりだんだん難しくなってるっていうのが昨今あります。娯楽って今すごい溢れてるじゃないですか。その中で選んでもらうってすごく難しいし、まあ、そこに対してどういうふうにアプローチしないといけないのかっていうのが、まあそもそもある中でモダンとかワールドツアー追加したんですけど、そこでやっぱり一番大事なのって、僕らもずっと言ってるけど初心者向けではないですって言ってます。そこはやっぱりゲーム自体の楽しさと、もう奥深く開発メンバーが作ってくれてるから、そこに行き着くまでの、まあ言うと特急券というかっていうものを、このシステム的に提供したいなと思ってる。でそれがやっぱり当たったというか、その狙い通りで、しかし自分の頭の中で例えば昇竜拳ここで出したいねとか、そもそも必殺技波動拳とか出したいっていう気持ちあるじゃないですか、やっぱゲームだから。でそれを直感的に頭で思った時にすぐ指に伝わって押せるってところを結構意識して作ってもらってたので、そういったところを新しく入ってきた人と昔からいる人っていうところ の、 まあその相反する部分があるんだけども、そこをどれだけこう解消できるかってところは結構もともとね作ってる段階ですごく注意深くっていうか、かなり入念に作ってもらえたので、そこは結構このプロデュース側としては安心してとか自信持ってプロデュースできたし、じゃあこれがあるから例えばじゃあ配信者の人とかよりこう昔やってたけど今はもう操作難しくてできねえわっていう30代以上とか40代の人にも遊んでもらえるし、なんかいろいろそのやってみようかなっていう思えるようなプロデュースをしやすくなったってところが僕目線では結構大きいところですね。 Which is why Street Fighter 6 or should I say Capcom, they really made a smart move byadding in modern controls into Street Fighter 6, because prior to Street Fighter 6 adding modern controls into the game, the controls to activate your the Hadouken, Shoryuken and whatnot is difficult. And what he's saying is true, that there are people out there, there are new players and old veterans that has been so out of touch of the fighting game, and then they want to come back into the fighting game, but like they have totally have no idea of how what are the commands and whatnot, right? So what they can do is they can access into the game by using modern controls, and then once they have familiarized themselves with the game, they can choose to either stick with modern controls, or they can
jump right into the classic controls, where the classic controls, you do the down, forward, down, backward, and one more, yada, yada, yada. Yeah, so I props to Capcom for adding the Mortal controls into Street Fighter 6, but at the same time, they have to balance out the features between the power system between the modern controls and classic controls. 中山さんはなんかどうですか、その簡単さと奥深さについて。はいはいはい、モダン操作をそもそも作ろうと思った理由っていうのが、ストリートファイター1っていうゲームがあって、ストリートファイター1っていうゲームで、まあちょっと対戦格闘ゲームのちょっと前の段階というか、まあ空手格闘シミュレーターみたいなところがあったと思うんですけど、そこに必殺技という概念が入って、隠しコマンドで昇竜拳っていうのがめちゃめちゃ難しいけど出るかも、当たったら本当に一撃必殺みたいな面白さがあったんですね。でそこをストリートファイター2でそのすごいことをもっと簡単に出た方が良くないって言って、コマンド入力の猶予とかが受付とかがね、緩くなったり、あとはためコマンドであったりとか、ボタン連打で必殺技が出るとかっていうので必殺技の敷居が下がったんですよ。なんで必殺と言っても必ず殺すわけじゃなくて強い技っていう風になって、まあ出たら嬉しい技になったんですけども、それの時代がどんどん経っていくとそれでも難しいっていう時代に今なってるなと思って、じゃあ別にボタン一つで波動拳出て何かまずいことあるみたいな、そういうところから、まあもともと自分は格闘プレイヤーだからそれでは問題が起きるってことは分かってはいるんですけど、そこを一回ぶっ壊してチャレンジしてみないと変わらないなって思ったんですよ。なので1からこう脈々と続く昇竜拳って難しい、自分には出せないかもしれないっていうので挫折してきた人っていうのは絶対いっぱいいるわけだから、その人がまず自分にも昇竜拳が出せるっていう体験をしてほしかったっていうのが、まずモダン操作の一個、まあ難しい部分とカジュアルの部分のところの難しい線引きの中だったんですけども、それ以降どうしてもチャレンジしたかったというのが一個あります。と対戦画面とか格闘ゲームって用語がやっぱ多かったり、覚えなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、プレイしてる人とか観戦してる人が今すごいことが起きるぞっていうのを視覚的に分からせたかったんですよ。なので初めて見た自分のね好きなね VTuber の方とかが大会出てて対戦やってますってなった時に見て、うおーって一緒に盛り上がってほしかったんですよ。というのでドライブインパクトをカウンターヒットした時に画角が変わったり、スローモーションの演出が入ったり、さらにもっと言ってしまうとシステムで実況を入れたっていうのもそういうところがあって、今すごいことが起きたんだぞっていうのを分かりやすく体験してほしかったっていう、それのセットなんですよね。必殺技が自分が出せなかったものが気軽に出せる、その体験も素晴らしいし、すごいことが起きてるっていうのを分かりやすくするっていうのも一個のその手段だったりするし、でそこに、さらにそこから深く知りたかったら奥深いところもあるんだよ、テクニックがいろいろあるんだよっていうのはそこにから入ってもらわないとそこには行き着かないことなので、なので視覚的にもやっぱ分かりやすくしたいし、直感的にも触ってみたいなって思ってもらえるようなものを作りたかったっていうのもありますね。まあ、元々僕はカプコンじゃなくて別の会社で、まあ営業してたんですけど、まあそこから転職して人事部に入ったんですよね。人事部に入って開発側と営業管理職側の、まあ間をちょっとつなぐような開発人事っていう仕事をしてたんですよ。で、まあそこで自分がこう今後キャリア続けていくにあたって開発人事だからやっぱ開発のことをもうちょっと知らないとキャリアアップできないなと思ってて、まあ、開発に携わる仕事をさせてほしいっていうのは出してましたと。でその時にたまたまこう声をかけられたのが、まあ、ストリートファイターのプロジェクトやってた人だったんですよね。でやってみいひんっていうまあ話があって、その時は 何をやるかは言われてなくて、まあ、ちょっとチーム雰囲気見に来てよって言われてました。それが多分5発売前の時かな、そうだね、の時に行ったら中田さんもいたんですよね。ほんでまあなんか遊んだのかな、なんかプレイしててみたいなところがあったのがまずきっかけで、そっから
まあ、5が発売してからすぐなので2016年の8月かぐらいにストリートファイターのチームに入って、当時はそのアシスタントプロデューサーやってくれって言われて入って、まあ、3年か5年ぐらいやって、なんか一つタイトル持てたらいいかなみたいなミッションを落とされてたんですけど、1年ぐらいでプロデューサー辞めちゃって全部やるみたいな感じでシーズン3から、まあ、シーズン5で同時並行で、まあ、6のプロデューサーもやってるっていう。 So this is the guy that is responsible for bringing for making for fixing Street Fighter 5, because from what I heard from Maximilian, Vanilla Street Fighter 5 was an absolute nightmare. It took a few DLCs, and I believe it was the costumes. It was the costume DLCs that somewhat saved Street Fighter 5, and the balance changes that happened during at the moment of time, it kind of saved Street Fighter V in a sense. But from what I heard, right, from the perspective of a casual, Street Fighter V's name has been tarnished. So I'm kind of glad that with the approach, with the upcoming of Street Fighter VI, they're trying to fix all the wrong, all the stuff and mess that Street Fighter V had. And guess what? Street Fighter V is the best fighting game and the best-selling fighting game of all time, along with Street Fighter II. And it won Best Fighting Game in last year's The Game Awards. So, props to him. 流れで入ります。営業管理職の方から開発職に行くのが初めてで、結構いろいろ会社の上の人も頑張ってその入れ替えのシステム考えたりとかしてやってもらえたのがあったので、まあなんかそこまでしてもらえたってのもあるので、でまあもともとストリートファイターも好きでやってたから気合の入り方が違うというか、それはありましたね。まあでも基本的に5から6移行する時の考え方は結構似てて、こういったユーザー層を新しく取りたいとかで、既存いるユーザーさんこれだけいるからやっぱり改めて6も遊んでほしいねっていうところがあって、まあそこがまあそんなに新しい操作タイプ追加したりとかワールドツアー追加したりとかで、今のユーザーさんの傾向的にやっぱりオンラインでコミュニケーションする重要性があるからっていう話をしたら、やっぱバトルハブ作ったりとかっていうところがあって、まあそういったところは基本的に一緒で、あとは、まあ、ちょっと僕寄りになるとしたら、その何だろう、配信 Twitch とか YouTube でサムネイルとかをやっぱりストリートファイター6で独占したいからとかっていう話をしたら、やっぱそこに映像映えするとかこう見てて楽しいとかっていうところの要素とかやっぱ話すと、やっぱそこを理解してとゲーム側の方で演出とかシステムとか、モードとかに落とし込んでもらってるっていうのと、そのまあ役割分担ですかね。自分の経歴というか、まあストリートファイター6作ることになったこうなんていうかな道のりなんですけど、自分はもう2001年かなにカプコンに入社して、対戦格闘ゲームが作りたくてカプコンに入ったんですよ。アーケードゲームが好きで、まあそれを作りたくてカプコンに入ったんですけど、入った年にもうアーケードで対戦格闘ゲーム作りませんっていう入社したと同時に言われたんですよ。で、まあ、その理由っていうのが、まあ、アーケードゲーム機よりコンシューマー機のスペックの方がやっぱ上がっていって、まあ、その時に一番最後に作られてたのが対戦格闘ゲーム作れなかったんですけど、作れなかったんですよ。それがあったので、じゃあもう新規一転、もう別の会社に行こうとか別の仕事しようと思って一回カプコンを辞めたんですね。で数年経った時に東京ゲームショーっていう、まあ、イベントで昔の先輩かに会って、またカプコンで対戦格闘ゲーム作るらしいから戻ってこいよって言われて入ったんですけども、その入った時に
動いていた対戦格闘ゲーム自体も、まあ、残念ながらこうペンディングしてしまって、うんまあ、いろんな他のオートゲームとかねモバイルのゲームとかいろいろ作ってた時にストリートファイター5というタイトルがもう自分が関わる3年ぐらい前から実は動いていて、うん、とんでもないひどい状態になっているので何とかしてくれっていう無茶ぶりが来たんですよ、はいはい、しかも期限は1年半って聞かれてて、うん、作ってたクリエイターさんがやりたいことっていうのとお客さんがやったら楽しいと思うことっていうのがめちゃめちゃ乖離してたんですよ、うん、だから多分ストリートファイター好きな人は喜ばないであろうっていうちょっと尖った作り方をしてて、うん、自分は入ってそれをストリートファイターに戻すっていう作業をしてたんですね、うん、自分のやりたいことっていうのはそこに入れられないんですよ、うん、もちろん入ってはいますけどね自分もストリートファイター大好きだからより多くの人にストリートファイターを楽しんでもらえるためにはこうした方がいいんじゃないかっていうのはずっと考えてたんですね、うん、ストリートファイター6を立ち上げできるってなった時に、うん、考えてたものっていうのがその松本プロデューサーとほぼほぼ合致してたっていうことで、うんまあ、ある意味リベンジみたいなんじゃないですけど、うん、ストリートファイター6をそれで、まあ、作ることができましたと。So, 中宮さん is also is the reason why Street Fighter 5 was able to redeem themselves during the DLC moments back. But I'm gonna glad that what I'm trying to say is thatThe best person that makes the best game is the ones that used to play games and not some corporate BS and whatnot. I will not mention names, but there are game companies out there that makes games for the sake of making money and not for the passion. And just so you know, Capcom is definitely not one of those companies where they make games for money.They're a company where they listen to their audience. They're very passionate about making the game. And they what and guess what? They make award-winning games such as the likes of Resident Evil 4, Street Fighter 6, and as a matter of fact, right, dude, Monster Hunter is the best selling Capcom game of all time from what I heard. And during the Capcom survey results, right, guess what is the most popular Capcom game of all time? Devil May Cry 5, even though it was released back in 2019, it's the popularity still holds to this day. And not just the game itself, even Dante, who is one of the characters in Devil May Cry, he's the most popular character in that particular survey.I was kind of expecting Leon S. Kennedy from Resident Evil to be popular, but no. Turns out it's Dante is standing on top of the mountain. Like, holy crap. So, long story short, right? The best person or the best company that makes the best games are the ones that really passionate about it.我们都会认为好的美术它是在足够讲究 and not just passionate they have to listen to their audience as well where they have to listen to the feedback and whatnot and once they got that feedback they will try their best to make the game as good as possible这前提下还有一个点其实是我们一定要做到其实就是要让玩家觉得它跟以前我们见过的东西不太一样至于怎么做到不一样这个点其实我们也寻求过很多不一样的方法就比如说没准我们真的是在游戏里面我做头熊我做个机器人进去我们觉得它是有趣的同时我们去做一种新的东西在做创新的过程中我们也要考虑现在的用户他是否能接受的前提下去做这是我跟团队同学一直在讨论和持续研究的一个话题就举个例子吧，绝区零在做一个都市题材的产品，但是都市题材的产品，如果说我只是把现在的车或者说现在的飞机或者大楼给做出来，对玩家来说它是足够新鲜的吗？我这个事情其实也是在想，我觉得好像还真不一定。那如果说我们尝试去把以前很复古的车
很老的一些，以前在我还很小很小，只有七八岁读小学，上小学的时候见过的一些美术审美上面很好看的一些东西，把它再搬到现在这个时代来看，那是不是对于用户来说是一种新鲜的体验呢？我觉得很有可能，因为大家现在都没有再去看那些东西了，甚至我会觉得以前的一些审美直到拿到现在来看，它还是非常有艺术价值和审美价值在这里面的。所以说我们会很刻意的去用到一些复古的要素，包括以前我觉得以前的车子也好，或者以前的一些录像带也好，或者以前的一些街机。やっぱりそうですね、そのゲームが出る前も大事だし、まあ、僕ら的には出る前と出てから半年ぐらいはやっぱりこううまくプロモーション続けないといけないと思ってて、出る前はかなりプロモーションやりましたね。それはまあストリートファイター6ってまず新しくなってますよ、キャラクターもそうだし、まあ、デザインもそうだし、音楽もそうだし、それこそそのシステムも新しくなってるってところをちゃんと丁寧に動画にして説明して理解してもらうっていうのを、まあ、例えばそれはタレントさん使ったりもそうだし、公式サイトでちゃんと説明したりとかっていうところを結構繰り返し繰り返しやりました。獲得ゲームあんまりないんかもしれないですけど、体験版っていうのも出して早く、ストリートファイター6ってこういうゲームなんだっていうのを、まあ、触れてもらう機会も作って、まあ、ベータテストもそうなんですけどそれもやったし、ストリートファイター6が出る前にストリートファイター6のグッズをどうしても作りたくって、でそれを作ったら発売前から買ってくれる人ってやっぱいるじゃないですか、でその人が普段からそれを身につけてると、やっぱりそのなんだろう、ロイヤリティ度が上がってきて、自分がそのストリートファイター6と一緒に費やせる時間がやっぱりだんだん増えてきて、じゃあ発売した時ってやっぱそれが発売して初めて知る人よりも発売する前から一緒にそのストリートファイター6とこう時間を共有してるから、よりこう没入する角度も高くなるし、好きになってもらえる時間も長くなるから、まあ、そういったところはかなり重要視してプロモーションっていうか露出 しました。だからそういうのをやっていくとやっぱり遊んでもらえる人が増える、体験版とかベータテストで遊んでもらう人が増えると楽しい部分をやっぱり皆さん拡散してくれたり、口コミで伝えてもらったり、で今なんかはやっぱ動画に自分で動画作ってあげてもらったりするから、それでこう自走してプロモーションできてるっていう部分もすごくこう今の時代とマッチするような感じで広めれたのが良かったなっていうのがまず一つあって、発売してからもいろんなこうイベントを立て続けにすることで流行ってる感を出したかった。で流行ってる感っていうのを作れると、その自分が遊んでるゲームに対してやっぱこの自信を持てるっていうか、今僕とか私が遊んでるゲームってなんかいろんなところでコラボしてるのも見るし、いろんな人が遊んでるからなんかやっぱいい気分になると思うんですね。だからそういったところをせっかく遊んでもらってる人に対してもなんかこうベネフィット感じてほしいから、イベントめちゃめちゃするし、コラボもめちゃめちゃするし、グッズもめちゃめちゃするし、まあ、これでも買ってぐらいバン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 やっていて、まあ、それがこう結果的にこう遊んでる皆さんに対していい気持ちになって、よりストリートファイター6遊んでもらえるっていうところを相当前から意識してやってたので、それが今のストリートファイター6のシーンっていうところにまあつながってるのかなっていうところはありますね。そこはかなり意識はしました。To me, games before their release date should have a demo or a beta testing of some kind, so that once the players have done, once they have done the demo, or once some, if not all, of the beta testers have tested out the game, these are important, because once the consumer have played the demo, and once the beta testers have tested out the game, that is where they will give out the feedback to the developers,
to make the game even better. Which is why, to me, games that provide demo and or beta testing is really important in order to make the game even better. Instead of releasing the game on day one and then there's a tons of bugs, and you will, and at the end of the day, you will lose your audience. やっぱこうやって会話しないと分かんないことってあったんですけど、それがすごく今日分かって、なんか同じ気持ち、やっぱりそう、そうなんですよ。さっきあったみたいに、どれだけお客様のことを見て作ってるかってすごく大事かなと思ってます。よくディレクターの中山も言うんですけど、なんか作品じゃなくて商品作ってるっていうのがやっぱ僕もしっくりきてて、で自分はもともとその営業してたからよく分かるんですけど、やっぱ作り手が作ってるものをどうやって伝えるかって大事だし、でその感覚をやっぱディレクターも持ってるからすごくやりやすいし、同じ方向をこう向けたっていうのが、なんかその全ゼロ作ってるリーさんもなんか似たような感覚持ってるなっていうのは今回話で分かったし、あとはやっぱ最初に対戦したけど、普通に同じゲームを一緒に楽しめる、楽しめたっていうのがすごく嬉しかったから、なんか今日は良かったな、めっちゃ良かったなって感じがありますね。なのでまだまだ僕たちは僕たちで運営続けていってアップデートとかしていくし、それ頑張っていくんですけど、一緒にね、そうやってゼンゼロもこれから多分忙しい時期で大変な時期来ると思うけど、頑張って一緒に切磋琢磨して、お互いなんかどっかのイベントとかでこう見ることになったらすごく嬉しいなって思います、ね、自分たちもよく話してることなんですけど、やっぱゲームって作るだけじゃ全く意味がなくて、お客さんに遊んでもらわないとやっぱいけないんですよね。でそこで初めて価値が生まれるものなので、まあ、プロダクトとして出すだけじゃなくて、その遊んでいただく方の気持ちとかね、そこから先を考えて作っていかないといけないっていうのが本当に共通認識であって、すごい嬉しかったっていうのと、そこにそのゲームを好きになってもらうための手段ってやっぱりいくつかあって、それがね、グラフィックであるとか音楽であるとかカットシーンであるとか演出であるとかっていうものに、どれだけ本当に気を使えるかとか、その中にさっき言っていただいたみたいに新しい体験を、してもらえるかっていうところをすごくね、あの細かいところまで気を使って、実際自分もね今日遊ばせてもらって、あのすごい魅力的にやっぱ感じたから、遊びたいなと思うゲームでしたし、いろんな他のゲームとかともね勝負していかなきゃいけないし、お客さんに、まあ、楽しいと思ってもらえるものをなんか作っていかないといけないっていうのをこう今日のこう対談で改めてこう感じさせてもらって、すごいありがたかったですね。我还是想重复感慨，能跟两位一起打结霸，实在太开心了。然后也能让两位体验到我们的绝区零这款产品，我觉得非常的荣幸。然后，不得不说，我觉得今天的交流，我觉得收获了还是蛮多的。我自己觉得更重要的一点其实是，我自己感受聊下来，我感觉我们在做游戏同时，其实我们也是在，应该说是我们在坚持做一些比较硬核的产品的时候，更多的也是在坚持在做一些文化。我可以认为格斗游戏和动作游戏它发展了这么多年到现在，它应该不仅仅只是一款游戏这么简单。在我的心目中，我觉得它可能是某一种有趣内容的文化的衍生。如果说我们能把这个东西继续得做好，并且不要放弃它，然后让更多的用户感知到，我觉得必然是一件很有意义和很有价值的一个事情。所以说希望两位继续加油，做更好的格斗游戏。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah, this is a really good, this is a really good discussion round, creators round table, as a matter of fact, man. And I won't be surprised that sometime later in the future, HoYoverse and Capcom doing a collaboration sometime in the future. I won't be surprised.
considering the fact that that one time during April Fool's where Pom Pom from Honkai Star Rail invaded the character's next screen in Street Fighter 6, and now the director for Xenozone Zero and Street Fighter 6 are having a creators roundtable or discussion. I won't be surprised that sometime later in the future that HoYoverse and Capcom are collaborating to make a maybe a Capcom versus HoYoverse game. I mean, as a matter of fact, right, Capcom as of lately they have been around shaking hands with other companies such as the likes of SNK and Marvel. They started things off with SNK first back in 2022. And then, few months ago, during the Nintendo Direct, Capcom has announced a Marvel vs. Capcom fighting game collection, which a lot of FGC did not expect because MVC2 was considered dead or in jail. Because back, I believe it was, for my understanding, during Marvel vs. Capcom, Ignite, Marvel and Capcom were not on good terms, and they ended up burning the bridge, which is why the FGC thought, okay, we might not be getting MVC2 on modern consoles. But during the Nintendo Direct a few weeks ago, the entire Marvel MVC fans lost their minds, where the entire MVC game collection will be not only available here on Nintendo, but it will only be available on Steam and on PS4, I believe. It's kind of unfortunate that the game is not available on any Xbox console. I wonder why. But still, I'm kind of glad that MVC fans are happy that they're finally getting MVC2 back in some ways, and I'm hearing a lot of people are getting the physical copies of MVC fighting collection because they can't bear to have to lose that game again. So I can understand that. So and now back to the conversation where Capcom is now collaborating with other companies. So they started things off with SNK and then with Marvel, and now they might be doing a collaboration with HoYoverse. So I'm kind of curious who's next on Capcom's collaboration list. I have a feeling that they might collab with Bandai Namco though, because they might be on good terms with, considering the fact that Capcom allow Bandai Namco to add in Akuma from Street Fighter into Tekken 7, which is kind of surprising. So I won't be surprised that sometime later in the future, hey, Capcom be like, hey, guess what, we're collaborating with Bandai Namco again for, and who knows, maybe we'll be getting a new Street Fighter Cross Tekken game sometime in the future. Only time will tell. Thank you guys for watching. I definitely will be back for more content. If you guys enjoyed my reaction to this Creators Roundtable, I would kindly appreciate a thumbs up on this video, and feel free to comment down below on what your thoughts on Xenozone Zero, Street Fighter 6, the conversation that this video is having between the guys from HoYoverse and the guys from Capcom, and what other stuff that you are looking forward to between these two companies. Leave a comment down below. Anyway, that's it for me. Have a good one. My name is AJ, and I will see you guys in the next video. Peace out.